君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていること。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。ご近所に大学の先生が住んでいる。皆さんはそういう環境で暮らしています。そのアドバンテージをお楽しみください。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はラジオをお聞きの皆さんからいただいた科学の質問に義科大教授陣がお答えする夏休みスペシャル。義科大電気電子情報工学系坂東隆弘先生にリモートで質問します。今週は夏休みの、義科大質問箱ということで、このコーナーいつも聞いてくださっているリスナーの皆さんから、聞いていて疑問に思ったこととか、普段暮らしていて疑問に思ったことを義科大の先生にぶつけようというね、そういう乱暴なコーナーを用意しておりますけれども、今週はですね、義科大電気電子情報工学系の坂東さんに回線つながっております。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生今年の6月に出ていただきまして、核分裂の原子力発電じゃなくて核融合の発電の方法を、ね、伺いまして、はい、とても刺激的なお話を伺いましたけれども、それ聞いていて、ラジオをお聞きの方から質問が来たんですけれども、ラジオネームとしさんですが、以前このコーナーで5億2000万度の話がありました。そんな温度のものを何でできた入れ物に入れておくのか気になりますという、僕的にはなかなか鋭い質問だなと思うんですが、核融合をするときに、なんか超高温のプラズマ、5億2000万度のプラズマの中でやるっていうお話だったんですよね。はい、そうですね。なんか人類が作り出したギネスブックにも載る温度だっていう話でしたね。あ、そうですね。質問いただきありがとうございます。少しだけ説明させていただければと思います。はい。前回の、ラジオを聞いてくださった方には一度説明したと思うんですけど、その太陽、太陽も熱いんですが、太陽は自分の、重力、重さで、閉じ込めてます。太陽も核融合のプラズマで光ってるんですよね。はい、その通りです。はい。で、核融合の、発電っていうのは、その太陽の反応を地上で高温のプラズマを作って、再現したいというものなんですけれども、もちろんそんな熱いプラズマがあると、物質が溶けちゃうので、なかなか難しい。そのままだと難しい。なので、うまく浮かす必要があるんですけど、それは磁場を使って、うまく閉じ込めるというような方法を、主に採用していますね。それが磁場閉じ込め方式と呼ばれる、核融合実験装置になります。磁場って磁石の磁場ですか？あ、その通りですね。磁力線がビュービュービューって出てる図を、ね、よく見ますけれどもそうです、理科とかでやるあれです。はい。磁力線で入れ物になるんですか？そうなんですよね。磁力線をうまく、なんて言うんでしょうね、カゴみたいに作ってあげるんですね。ドーナツ状の磁場のカゴを作ってあげることで、プラズマっていうのはその磁力線ですね、磁力線に沿って運動するというような、特徴があるので、カゴができてあげればそのカゴの中をぐる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 とプラズマを作るイオンですね、イオンが運動することになります。なんか学校で磁石の研究勉強をするときに、はい、見えないけれども、はい、S 極と N 極の間にははい、なんかビューっと出てて、はい、なんか砂鉄とかでやると見えるよとか言って見えますね、はい、でも僕らには見えないし、はい、手をかざしても何にも感じないし、はい、うん、でもそんなすっごいプラズマは閉じ込められて出ていかなくなるんですね。出ていかなくなるんですよね。すごい不思議です。
そうなんですよ見えない、そうすると本当に 見えないよね、何も空気中に何も見えないなと思うんですけど、うん、そこにプラズマをつけるとちゃんとその領域にドーナツがあると思っている領域にプラズマがつくんです、うん、で先生さっきおっしゃったそのプラズマは磁力線に向かって一緒にこう流れる性質がある、はいはい、そうです。音磁力線が出てるとそのドーナツ型のところをおとなしくぐる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 回ってるんですか、はい、ぐる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 回ってくれます、はあ、そういうのを使います。それが浮いてるように磁力線があるから入ってるんだけれども、はい、僕らからは浮いてるように見えるっていうことなんです。そういうことですね。じゃあ何にもあの5億2000度が触ると溶けちゃったり燃えちゃったりするようなものには触れないっていうことですか、はい、あの一番あったかいとこは触れないんですけどね。あその周辺の部分は、うん、その制御の関係上つけなかったりつけなきゃいけなかったりするので、うん、低いとこはついてたりします。もちろんそうですよね、はい、僕らのお部屋の中に浮いてるわけではないので、はい、うん、一番外側はなんか殻はつけてあげるわけですね、はい、はい、そうそうですそうですそうです、うん、なんかその真空状態にしてあげるんですね、殻がつきやすいように。あ、まず真空なんですね。あ、そうです。真空容器があって、うん、その中に磁場の構造加工を作ってあげてそこに閉じ込める、うん、で、おとなしくぐるぐる回っている。ぐるぐる回っています。ただそのぐるぐる回ってずっとぐるぐる回ってくれると嬉しいんですけど、うん、あのなかなか温度がより高くなってきたりすると、うん、プラズマがなんか動きたいな動きたいなと思ってある敷地を超えるとすごい歪んじゃって壊れてしまうっていう現象が起きるので。そうですよ、はい、まずそのプラズマって何かっていう話も前伺ったんですけれども、はい、その物体が固体だったのが液体になってさらに温度が上がると気体になって。そうですね。もう僕らの感覚では気体の段階で分子はブンブン飛んでるのに、はい、もっとすごい運動に高熱になって飛ぶっていうのがプラズマだったじゃないですか、はい、それがそんなたとえ磁力線といえどおとなしく回ってくれてるとは思えないですもんね。はい。それでやっぱり暴れるわけですか。暴れてくるんですね。正確に、説明しますと、はい、磁場のカゴの形状を、うん、すごい歪めちゃうんですよね。歪めることで中のプラズマがバーって出ちゃう、エネルギーが出ていってしまって。プラズマのせいで歪むってことですか。そうですね。磁力線がですよね。その磁力線もあるんですけど、うん、磁場とプラズマはつながってるんですね。独立してるわけではないんですよ、うん、なのでそのプラズマが温度高いと、うん、その温度を鳴らそうとして、うん、鳴らそうとする力が磁場の構造を変えてカゴが壊れるという意味です。出ちゃいますよね。出ちゃいます。出ちゃうんですよね。ダメじゃないですかそうなんです。ダメなんです。ダメなのでそれをダメにしないようにする方法が1960年、ぐらいから核融合の研究始まってるんですけど、今もやってますその研究を。もう半世紀以上。そうですね。もちろん3世紀前はすごい基礎的な問題をやってたんですけど、うん、あの分類分けがあるんですね。こういう壊れ方はこういう原理だ、うん、こういうところが壊れたらこういう原理だっていうのは、まあ、それぞれ分かってきているんですけど、うん、まだやっぱりふとせず壊れてしまう。でプラズマの壊れる速さってすごい、一番速いのは10のマイナス6乗、の時間なので、0.0000001 ですかねの時間スケールで、壊れてしまうので、まあ、それが起きたらちょっともうあっていってしまうね。プラズマ壊れてしまうので、だんだん壊れるっていうんじゃなくてもう瞬時にパッと、まあ、人から見たらもう瞬時ですよね。あ、遅いものでも 0.001 ぐらいで壊れます。まあ、前回お話伺ったところでは、はい、壊れたところでプラズマはパーッと散っちゃうので、はい、あの核分裂のような危険さはないっていうお話でした。あ、そうです。あの装置が爆発するとかはない、ね。はい、でも残念ながら発電は終わっちゃいますよね。あそこで発電が止まるので、うん、実際に実用化しようとする場合は
私たちが意図しない、プラズマが壊れるっていう現象を起こさないようにしない。だから自分たちが壊すっていう現象をコントロールするようにしないと、うん、なかなか難しい。何かこうこういう方法がいいんじゃないかっていう今の方向っていうのはなんとなく見えてはいるんですか？はい、先ほど申し上げた通りいくつかのパターンがあるんですね、壊れ方って、うん、まあ、それぞれの壊れ方について、例えば外から磁場をかけてその壊れようとする運動を止めてあげるとか、うん、あと他の手法であれば壊れるときにプラズマに流れている電流があるんですけど、電流が足りないから壊れるという現象もあるので、それを補うような電流を入れてあげるとか、うん、まあ、そういった外部から操作して止めようという研究があります。へえ、そういうテクノロジーは今あるはあるんですか？ありはあります。作ってはいるところです。ただその、うん、まだ100% 信頼性があるとか、うん、やはり、装置が大きくなってきて、いろんなものをつけ出すとそういった器具をつける場所もなくなってきたりするので、あ、まあ、その関係で今使っている開発した技術が全て将来全て使えるとも限らないので、なるほど、まだまだなんか発展する余地があるんだろうなと思ってます。うん、でもね、安全な原子力発電っていうことで、これからその二酸化炭素も減らしていかなきゃいけないしっていう中では、はい、とっても重要な分野のように思いますけどね。そうですね、前回お話ししました、フランスで作っている国際的なイーターです、イーターがちゃんと成功してもらって、プラズマもいつ壊れるかちゃんと制御できるようになることが、うん、将来的に必要かなと思います。フランスに世界各国が参加して今イーターという実験装置を作ってるところなんですよね、はい、そうですね。それが2025年にできるって先生に教えていただいたんですけれども、はい、とりあえずそんな状態で2025年始めていいのかなと思うんですけれども、はい、動かしながら実験していくっていう感じですか？そうなんですよね。イーター自身も、発電実際にその電力として電力網に流すわけじゃなくて、すごい大きい装置でいかにディスラプションさせないかコントロールするかっていうのを検証する装置なので、うん、だからやりながらいい回を探すという、うん、壊れない回を探す。もちろん研究者の皆さんは、はい、そこ壊れがちっていうことはご存知なわけですよね。そうですね、うん、でそこも一生懸命研究していくと。そうです、そうです。と2025年にはまだきっとその辺は弱いところなんだけれども、はい、2030年40年頃には問題が解決されてるかもしれない、はい、されてるかもしれない、されてないかもしれないそうですね、それは分からないですけれどもそれは分からない、研究なので、はいはい、とにかくラジオネームとしさんからの質問はその、はい、磁場のカゴの中に閉じ込めるということなんです、ね、そういうことですね。それで浮かすという意味です。なんだそうです、はい、器って僕らはね金属とか樹脂とかそういう器しか知らないですけれども、磁場の器っていうのがこの世にはあるわけなんですね。そうですね、うん、今回は核融合の5億2000万度のものを入れておく、プラズマを入れておく器が磁場ですけれども、はい、他でもそういう磁場の入れ物を使っているものっていうのはこの世にあるもんなんですか？はい、磁場の入れ物といいますか、磁場を使った、プラズマの制御というのは別に高温である必要はないので、うん、広く工学的には使われていまして、例えばその私たちの研究室ですね。で、薄膜を今作る研究をしていまして、薄い膜を物質の表面とかに、つけて、うん、その表面の繊維のを上げるような研究をしています、うん、はい、でその薄い膜を作るときにその膜にイオンをぶつけてあげるんですね、うん、でそのイオンの、運動も、磁場で変わるわけなんですけれども、なのでわざと磁場をかけてあげてイオンの運動を制御する。でもう少し具体的に言うと、例えば、イオンは欲しいけど、イオンじゃないものだから中性の電荷を持たない粒子が欲しくないなっていう時は、
電荷を持たない粒子は磁場は感じないので、うん、イオンだけ選択的にあの引っ張ることができるんですよ、磁場をかけることで。じゃあ強い磁場をかけてあげて、はい、イオンだけがそこにポンと乗るようにコースを作る、スーッと乗るように。はあ、それは別に5億2000万度じゃないですもんね。もう全然あの5億2000万度に比べたらすごい低いものなんですけど、うん、輸送することができますね。やっぱりその核融合にしても、はい、薄膜を作るときにしても、はい、その磁場に沿って流れてくれる電荷を帯びたものっていうのがいいわけですね。そうですね、制御という意味では。あ、電荷を帯びたものを入れておけるものが磁場なんですね、はい、そうですね、今回の話で言うとそうなりますね。あのそんな5億2000万度とか、そのプラズマイオンが入れられるものだから僕らなんて余裕で入るだろうって、僕らは落っこちちゃう落ちますね、スッと落ちますね、スッと落ちますね。あ、そう、電荷がかかっているものの入れ物ということですね、はい、そうです、そうです、うん、その代わりどんなに熱くてもどんなに冷たくても、はいはい、全然平気な入れ物っていうことですね。そうですね、あの磁場自身はそういうの感じないので。あ、なるほど。あ、じゃあ今の先生の研究室でも使ってらっしゃるし、はい、あの核融合発電の世界でも、はい、もうそれしかないだろうっていう感じで器として使われてますし、はい、もっと他にもいろいろあるんでしょうね。そうですね、あの磁場を使った制御っていうのは、うん、磁場っていうのはあの磁石の磁力線っていうことでしたけれども、はい、まあ、普通にあの強い磁石を使って発生させるんですか。はい、はい、そうですね、先ほど申し上げた私たちの角膜を作る研究では、磁石を使って強い磁石を使って、制御をしたりします。ただ核融合の場合はあのコイルに電流を流してその電流が作る磁場を使ってます。ああ、あの電磁石みたいな感じで。あ、そうです、そうです、そうです、うん、しかもそのすごい大きな電流を流しちゃうので、うん、通常のコイルだとあったかくなっちゃうんですよね。でもそのあったかくなっちゃうと冷やさないといけないっていうことになっちゃって、うん、長時間運転には向かないので、うん、超電導コイルを使ってリニアモーターカーとかで聞くやつですね。あ、そうです、そうです、すごい電流が流れて、うん、あの冷やしながら運転すれば長時間運転できるので。お、あ、超電導でコイルに電流を流して、超電導コイルに電流を流して磁場を作ってます。磁場閉じ込め、なんか発電する装置にあの電気をすごく使って、はい、あの磁場を作るっていうのがなんか不思議ですけどね。あ、それはとてもいい質問ですねそうですか、はい、だから発電するのにとっても電力使っちゃうんです、うん、核融合の装置だからそれ以上に発電しないと成り立たないんですよね、発電、うん、徴用する発電機として、うんうん、あ、そういった研究もされてます。まあ、もちろんそれができる可能性があるからみんな研究してるんでしょうけれどもね。そうですね、はい、うん、なるほど。というようにあのとにかく、磁場を使って器を作るっていうそういう発想がね昔からあるんだということを、今回まあ教えていただきました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。これ今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかチュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました坂東先生の業界用語は磁気流体力学。磁気流体力学というのは荷電粒子によって構成される流体を記述する物理学です。流体力学的方程式とマクスウェル方程式を組み合わせて記述するものですね。
磁気流体力学を用いて、すごい熱い高温のプラズマを磁場で安定に維持する閉じ込める手法が開発されてきました。常識は今日の非常識、科学の最先端はいつもブレブレです。次週9月4日の天白の城は、今まで特別扱いされてきた脳の常識をバージョンアップする情報、理科大応用科学生命工学系吉田幸子先生を訪ねますを楽しみに。